動いてくるか。現在は5番手バックストレッチを過ぎています。さあ3番の小川が誘導員の後ろで変わらず残り600の鐘を迎えました。5番手からそろそろ仕掛けていこうというところか。5番の武藤、いやまだ5番手じっくりと構えている。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。さあ誘導員を使いながら3番の小沢前で待っているが、後方から5番の武藤の仕掛け。さあ武藤がようやく仕掛けて前に立っていきました。さあ先頭は5番の武藤だが、内から1番の岩渕が2番手の位置を狙っていくのか。4番の宮下と並走しています。後方から7番稲垣が自力でまくって3番手から2番手に接近中。5番の武藤が先頭で4コーナーから直線。2番手は1番の岩渕になった。5番の武藤が押し切るか。5番の武藤が押し切りそうだ。ゴールイン。2着1番の岩渕、3着2番の藤田です。